さあ今画面共有してみたんですけど、見えてます？見えてますね。お、いいね。あ、こういうことがやれるゲームはね、いいですよね。高機動幻想ガンパレード街、ガミ専用長のガンパレ講座ということですね。今エクセルを見ながらの動画をまた撮ろうとしているんですけど、はいはい。まあ当講座の狙いとしてはですね、はい、ガンパレード街非常にあの自由度が高いことで、まあおなじみというか、そこが売りのゲームだと思うんですけど、はい、うんうん、でまあ初見プレイとしてね、それを自由に遊んでる様子を動画にできたらいいのかなとは思ってるんですけど、あまりにも自由度が高すぎて、そうね、困るんですよ。困る場面が多々あって、わかる。でまあ偶然ですかね。そう、ね、偶然、あのまあキプレイヤーでかなりこのゲームを知っている友人がね、たまたまいて、でその友人とよく動画を撮っていたりすると。偶然ではあるね。別にね、それができるからね、頑張りやり始めたわけじゃないんだけど、うんうん、あ、都合がいいって思って。そうね。それは何よりで、うん、自分でね、あの調べようとしちゃうとね、余計な情報も引っかかってくるじゃない。ああ、あるかも、まあ、初プレイの醍醐味を損ねない程度に助言をしてもらうというコーナーを、都合よくね、俺が困ったタイミングであの開催していこうかなと思ってるんですけど、あのお付き合いありがとうございます。いえいえ、とんでもございません。ゲストのガミさんですね。よろしくお願いします。専用長ということで。結構偉いよね、専用長って。全業さんと同じだから。ああ、じゃあ指令レベルだ。指令レベルですね。ちょっと、専用長と一緒にね、あの、頑張れ講座やっていきたいと思うんですけど、はい、俺が困ったことを、あの、いくつかね、このエクセルにまとめているので、それを見ながら、ね。これを解決する術があれば答えていくという感じですかね。うん、そうですね。はい。まず、あの、今一番困っていること。むしろ、はいはい、本当に困ってるのはこれしかないんだけど。これですね。あ、先にあれだ。お、今どんな進行なのかっていうね、そこ大事ね、うんうん、あの専用長に共有しておくと、とまあ正式なパイロットには慣れて、はいはい、でその後全行さんと若宮戦士が来ると思うんですけど、うん、全行さんと若宮さんは着任で、オペレーターと事務担当の瀬戸口ののみ加藤さん、加藤松井さん、3人がうんうん、来たタイミングですね。はいはいはい。まだあの出てないキャラがいるような状況なので、ちょっとあのその辺を加味して、なるほど、講座を。わかりました。すげえ難しい、最初からいる先生たちと、うん、あの、あ、一緒にチュートリアル受けてた子たちプラスこの人たちが今出てるってことだよね。そうだね。まあブータぐらいか、あとは。はいはいはい、わかりました。ちなみにあの、うん、専用区長のガンパレ歴みたいなのをちょっと聞いておくか。は、高校大学ぐらいの時に、あ、それはそれは何週も。じゃあ出たばっかりでもないのか。そうだね。そうだよね。うちプレステがなかったからさ、中学高校ぐらいだと。そうそう、うん、そうだね。ガミンチでプレステ初代プレステで遊んだ覚えないな。プレステ2はあったけどね。で高校でプレステ2を買って、うん、でその時にプレステのゲームもできるからっていうのいろいろ買った時にガンパレに出会って、はいはいはい、これはすごいと。あ、確かにね、うん、好きそうだよね。ね、ともうゲームを何周もするのは当然だし、ライトノベルと か、うん、なんか攻略本とか設定も読み漁って。相当な猛者ですな。それはすごいね、うん、確かにね、俺しかをガミが結構知ってたっていうのは俺的には割と意外だったんだけど、ガンパレは意外性はないよね。あー、好きそうって思う。あ、まあ好きだね、うんうん、俺は頼りになりますね、専用長ね。俺しかよりやったと自信を持って言えますね。多分そうだよね。うん、じゃあちょっと俺の悩みを共有していっていいかい。はいはい。まあもうあの次のシートを見てもらえば一発でわかると思うんですけど、これ滝川これが起こってですね、はい、ちょい前なんですけどね、もうパート数的にはね、あら、なんかね、日曜日なんですよ、俺とね柴村さんがね図書館デートしてたら滝川来て、
滝川をね、俺がね一緒に訓練しようよって誘ったら、はいはい、柴村さん割り込んできて、うんうん、でなんか会話消滅するじゃん。そうね、うん、カットインが入るとね、なんかそういういろいろがあった後に学校に一回行って訓練しようかなって思ったら、うん、喧嘩だってなってこれっすわ。まあ、ありますね、 NPC 同士の人間関係だからね。で翌日これですわ。これ伝わるよね。わかる、わかる。気まずい雰囲気ね、雰囲気が。あのね、何が困るって、気まずい雰囲気になる時のあの音楽、うんうん、ドゥーンってやつが毎回鳴り響くのよ。はいはい、授業終わった後絶対さ、滝川と柴村さん同じとこにいるからさ、そうだね、あの曲を聴くことになって、うん、辛いんだよ。俺になんかできることはねえのかみたいなの毎回俺が言わないといけなくて、それがしんどいなっていうところがあってですね。まあ悩みというか助けてほしいこととしては、うんうん、あの柴村さんと滝川スキーが今喧嘩状態なんではい、はい、仲直りをさせたいんだけど、そもそもそれできるのか。なるほど。できるのであれば、うん、そのやり方を教えてほしいな。それぐらいはちょっと知っておきたい。はいはいはい、もうこれだけでもいくつか解決法はすでにあって、 あるんだ解決法、うん、まあ、大前提として仲直りさせたいんだよね。気まずい雰囲気を解消したいわけじゃなくて、あー仲直り、うん、気まずい雰囲気になるとでもあのドゥーンが鳴るよね。 なるし、あの行動、うん、これができなくなるとかもあるはずなのよ。あー、あるよね。気まずい雰囲気の中だとデートに誘えなかったりとか、ね、はいはいはい、そうね、だらーっとした空気だと、うんうん、訓練できなかったりね。そうそうそう、弊害あるもんね。あるんですよ、マイナス系の、ね、行動のなんか成功値みたいなのとか能力とかにも補正が入るはずだから。あ、そうなんだ。雰囲気によってすげえな。戦欲長すげえな。そうなんですよ。まあ、うん、じゃあ喧嘩状態を解消するだけ、うんうん、まずはがむしろ一番難しいかもしれないぐらいなんだけど。そうなんだ、うん、気まずい雰囲気解消したいけどな、どっちかっていうと。なるほど。まあ、一番簡単なのは、うん、あの滝川を戦死させる。あのね、あの本当にね、そういう解決法が、あの説明書にも書いてあるのよね。本当にね、うん、びっくりするんだけど、何この考え方、野蛮すぎると。あの気に入らないやつを暴殺できるゲーム。いや、気に入らないわけじゃないんだよ。違うんだよ。俺は滝川スキーも島村さんも好きなんだよ。仲良くしてんだわ。ああ、そうね。まあまあ、うん、一番簡単な攻略法というか、解決法なだけだから。攻略法じゃねえんだわ、それ。失敗してるんだわ。まあ、まあ、一応、一番簡単な殺し方としては、殺し方殺したい。まあまあ、あの戦死してほしい人間をスカウトっていう、うん、あのロボットに乗らない状態の歩兵みたいな、はいはいはい、若宮戦士たちだよね。あ、そうそうそう、うん、になってもらって、で、シコン号だっけ、ロボットはね、ロボットシコン号たちはなるべく重装甲にして動きを遅くして、歩兵に突っ込んでってもらうと。あーなるほどね。重装甲にすると移動力が下がるから、そう、ステップ数がスカウトが突出しちゃうのか。そうそうそう。ので、であと、あの後々司令への提案、陳情かで、配置転換とかも発言力次第でできるようになるから、うん、誰でも歩兵にできるっていう。あ、配置替えができるんだ。そうそうそう。まあ喧嘩してる片割れがいなくなってしまえば喧嘩は なくなるよねっていう。他にいないんですか。そうだね、これは望んでないよね。他にいないんですかね、なんとか、うん、ね、多分一番真っ当な方法としては、うん、あのもうすでに出てるんだけど、ののみちゃんいるでしょ。はいはいはい。あのキャラによって、うん、行動というか提案を教えてくれるじゃないですか。そうだね、うん。でののみちゃんと仲良くなると、うん、ののみちゃんがあの人と仲良くしてっていう提案を、おお、マジで教えてくれるんですよ。そんなんあるんだ。そうそうそう。でその人と仲良くしてっていう提案自体は、今はプレイヤー早見だと思うんで、うん、早見と
じゃあ例えばあの柴村舞さんにお願いするとしたら、早見と舞の関係値でその提案 の, あのあ成功不成功が判断されるから、滝川と柴村さんの仲が悪くても成功する可能性はあるっていう。わー、え、それそれよ何が選手ですか、選手は気に入らないやつを殺せばいいとか、そういうのはねちょっと良かったですよ、うん、戦時中だからね、あるかなと思って、こっちだわ。あ、じゃあ野々美ストーキングすればいいんだね。まずは野々美ちゃんから聞いた提案を習うかな。うーん、多分一番オーソドックスで、あとは遠回りだけど、あの、うん、NPC 同士でもなんかなんだろうな、勝手になんかやり合って好感度が上がったり下がったりしてるから、あるよね、なんか昼誘ったりね。そうそうそう、本田先生がみんなで飯食い行こうぜって言って、うん、みんなでその提案に賛成した人たちから本田先生への好感度は上がるはずなのね、うん、そうだね、上がってる。みんな思ったより結構もともと低くてびっくりするんだけどあ、マイナスだったのみたいなあんないい先生のにな。でもなんかみんないる状態で気まずい雰囲気じゃなければ、うん、例えば滝川くんがみんなご飯行こうぜっていうのに柴村さんがうまく乗れば、うん、柴村さんから滝川くんへの好感度が上がったりとかね。あ、相当お祈りですな、それは。それはかなり。なので、まあ基本的には野々美ちゃんのあの人と仲良くしてよ。これめっちゃ役に立ちますね、この講座はね。助かりますね。あ、うん、それだけでも。もうあの第1回の目的は達したかな感あるけど。おついでに喋りたいんです、雰囲気について。おもういろんな雰囲気自体は見たでしょ、真面目な雰囲気とか何もなければ普通の雰囲気とか、ね、ある程度これにあの優先順位というか、あのこの雰囲気になるっていう条件が決まってて、はいはいはい、でそれぞれ の, あの当然同時に条件を満たすこともあるんですけど、うん、その時の優先順位が決まってるんですよ。あ、そういう感じなんだね、うん、そう、何一つ満たしてなければ普通の雰囲気で、何か一つを満たしてるとこの雰囲気になる、で、うん、同時に満たしてる時に優先されるのはこっちの雰囲気っていうのが決まってて、へ、例えば先生か司令がいると真面目な雰囲気ってなるのね。そうだね、でもそれより喧嘩状態とか不機嫌なキャラがいる時の気まずい雰囲気の方が優先度が高いんですよ、うん、強い強い、全、うん、行さんもほって言ってるもん全行さんいようが先生がいようが喧嘩してるやついると気まずい雰囲気になっちゃうから、うん、気まずい雰囲気より優先度が高い雰囲気にしとけば、なるほど、一旦その気まずい雰囲気ではなくなるよ。あ、それも大事だね。うん、それなんかあるんですか、ね、自分で作りやすそうな雰囲気で作りやすそうな、まず、ピリピリした雰囲気っていう、全員の士気が高い状態。ああ、まだ見たことないな。あ、これはね、なんだっけな、合宿とかキャンプとか行くと士気が上がって、その場にいる全員の士気が高いみたいな、あ、キープできればピリピリした雰囲気になりやすいかな。今後ですな、それはね。あとは、暗い雰囲気。それもなったことないな。あ、これはね、あの不安状態っていうのがあって、それになってるキャラがいるので、多分これも君は取らないと思うんだけど、うん、ひたすらミブヤさんをいじめて不安状態にさせなんでミブヤさん例えば、ね、今いる状態のキャラ。あ、なるほどね、うん、そしたらミブヤさんが不安だと、うん、あの喧嘩状態の柴村滝川より優先されるから、あ、うん、そうなるとあの気まずい雰囲気じゃなくて暗い雰囲気になるよね。なるほど、うん、あと明るい雰囲気っていうのがありまして、うん、明るい雰囲気は時々になるかな、なんか機嫌のいいキャラがいればいいだけだから。あ、明るい雰囲気は強えの。明るい雰囲気が基本的に一番強いですね。あと特殊状態でガンパレード状態っていうのはあるけど、あるガンパレード状態なってた、うん、吉野先生が前。あ、 NPC がなったんだ、珍しいねあ、そうなんだ、なんかなったよ。ガンパレードはあれですね、戦闘で主人公が大活躍して、かつ誰も死なないとなるんですけど。へえ、そうなんだ。 それが一番状態になったんだな。強くて、で能力補正もめちゃめちゃ高いはず、ガンパレードは、うん、なんか仕事とか訓練2倍みたいなの書いてあったな。あ、そうかもしんない。
なんか俺がウインクしたらね、吉野先生。ウインクじゃなかったかな。ちょろすぎないか。いやでもなんか目線のやつでなった記憶があるんだけどな。へえ。そっか。まあ覚えときます。ありがとうございます。うん、明るい雰囲気は幸福状態のキャラが、そうだね、いればなるので。そっか。あ、でも幸福状態の柴村がいても気まずかった気がするけどな。柴村じゃなくて柴村滝川以外の幸福状態のキャラがダメだと思う。そうなんだ、うん、そうなんだ。その柴村さんの幸福状態より滝川がいることによる喧嘩状態があ、当事者はダメなんだ、うん、当事者の機嫌は優先されちゃうと思うから。なるほどね、リアルだねその辺もね。そうなのよ。あー、でもそれはすごい重要そう、ありがとう、うん。授業後であれば、みぶやさんをとりあえずご機嫌取っとけば、気まずい雰囲気は解消されるかもしれない。なるほどね。まずみぶやさんを使います。うんうん。で、あ、でも仲直りはののみちゃんに頼むと。なるほどね。はい。まあ、仲直りさせたいね。うん。なんとかなるのが一番いいね。頑張ります。頑張って。じゃあ、ちょっと。まだあるんですか？何個か。一応、これだけでね、呼びつけるの。呼びつけるっていうか、まあ、リモート収録ですけど。あれするのもあれかなと思って、うん、いくつか助けてほしいことをひねり出したまあ助けてほしいっていうか当惑したことですけど、はいはい、おーおーおお公園の拾ってる、ね、うん、ゴミ箱に金の延べ棒があって、はい、俺ね売ったのよ。ああいいじゃないいいじゃない。すごい戸惑いながら売ったんだけど、うん、これは合ってんのかなっていう。他になんか使い道があるのかどうか。ないです。あ、やっぱ金策用っていうか換金アイテムなんだ。うん。なんか給料もらうのがバカらしくなるぐらいの値段で売れるよね。そうだよね。そうっす。あまりにも多すぎて。えって。だってアルバイトのさ。救済アイテム的な。あ、そうなんかな、うん。位置づけなのかな。え、でも普通にやってたら見つけちゃうんじゃない？うん、見つけると思う。じゃあ普通のキプレイヤーはみんなまず公園行くんか。まず延べ棒はすぐ売れない。あ、ランダムってわけじゃないんでしょ。んあるかどうかが。アイテムは場所決まってるんじゃないのかな。覚えてないけど、公園で拾えるのは覚えてるけど、ポケモンもさ金の玉とか俺、うんうん、初プレイの時とか売れなかった人だから、あ1個は取っときたいみたいな、なんか使うんじゃないかなって。ただそれにしても金の延べ棒は金があまりにも高額すぎて売っちゃいましたけどね、うん、あれ売ればねもう買えないもんないからね、うん、バイトで稼げそうなんさ金額じゃね、裏マーケットで売ってるもの全然買えないじゃん。うん、そう100万だからな、うん、延べ棒だね。なるほどね。じゃあアルバイトはそんなに重要視しなくていいの？そんなにやっ出た覚えはないな。そうか、うん、まあ他にやることいっぱいあるもんね。延べ棒もね、手に入れ方他にも手に入る可能性はあるので。あ、そうなんだ、うん、まあ、給料とアルバイトはもう全然当てにしないというか、延べ棒ゲットしたら売るでいい。そうそうそう、あ、うん、それはだいぶ安心したわそれ持ってないとなんか特定のねイベントが発生しないとかね、もしかしたらあるかなとか思ってたから、うん、ないはず。知る限りない。よかった、うん、ここはまあ安心しましたね。よかったよかった、うん。まあ、他の金の延べ棒の取り方とかはここでは聞かないようにしておく。そうですね、うん、だ手に入る可能性は1個じゃないよっていうことだけお伝えしとけばね。あと3つ目、はいはい、これもまあちょっとどうなんかなって思ったぐらいなんだけど、授業風景で、うん、本田先生が大太刀は強いけど、うん、使いにくいから使うなって言ってて、はい、うん、これは本当に使わない方がいいのかゲーム的にね、ゲームの性能的な面で、うん、か、うん、まあ、本田先生はその近接系をあんまり重視してないよっていうキャラ付けのためのセリフなのかどっちなんだろうなってちょっと思ったんで。百翼鳥になってるな。あ、間違えちゃったどうでもいいと思ってたからちょっと失礼しました治ったね
まあ、あの使った方がいいよとかは言いづらいと思うので、うんうん、自分がどうだったかというか俺の主観でいい、そうそうそう、感想で、うんうんうん、本田先生の言う通りだと思いますけど、ね、そうなんだ、うん、使いにくい、使いにくいんだ、うん、ただまあやっぱロマンではあるから、あ、一本持っといてとか、はいはいはい、うん、結構ねミミヤさんがね近接用のスキルとかすでに俺にくれてるんで、結構、うんうん、ちょっと使ってみたいな欲はなくはないんだけど、なるほどね。あとさ、あの鉄、あ、もう戦闘はしてるよね、そこまで行ってるんだもんね。いやー、まだね、あの実戦は入ってない、演習はいっぱいやってるけど、うーん、まあ、敵が一種類じゃないのよ。でその敵の特性というか近接攻撃が強い敵も当然いるから、はいはいはい、そういう相手に挑むのは無謀だし、あー、なるほどね。うまく使えた覚えはないな俺は、たちは。了解。まあ試しに、慣れてきたら試しに使ってみるぐらいでやろうかな。うんうん、まあでも普通にやってたらね、あのジャイアントアサルトとかになるのかなっていう気はしているけど、わ、うん、かりました、ありがとうございます。はい、うん、まあ、戦闘面ではね今後また困ってくるような気もするから、うんうん、第2回以降があれば ね、うん、その相談してもらえば。じゃあまあ一旦今日のカリキュラムは以上かなと思うんですけど、うんうん、いやぜひ本当に楽しんでほしい。戦翼長はあれですか、推しのキャラとかいるんですか。あの、ね、うん、まだ出てないようであればそれだけで大丈夫。あ、でも最初はやっぱ柴村さんだったし、あ、うん、まあそうだよね。次は次加藤、加藤さんが好きだった覚えがあるな。あ、加藤さんね、加藤さん正直俺の中でも割とグイグイ来てるわ、まだ会ったばっかりだけど。加藤さん、うん、なんか普通の女の子っぽさいいよね。そうなんだよ、みんなちょっとさ、うん、異常性が高いからさ。加藤さんはそれなりのね、うんうん、強いキャラではあるんだろうけど、相対的にすげえ、うん、あの安心できるのよね、喋ってて。そうよね、わ、うん、かる。そっか。まあね、キャラクターこれからも増えてくるはずだから、ね、まだまだ増えるね。まだまだ増えるよね、うん、説明書にいっぱい載ってるもんだって、うん、ちゃんとしっかりは見てないけど、これから来るんだろうなと思って。そっか、まあ楽しんでいきますわ、学園生活をね、うん、頑張って厳重に勝てるように、うん、頑張りたいと思います。じゃあおかげさまでですね、あの、はい、もろもろ疑問解消することができました、ありがとうございました。多少なり助けになれればよかったです、うん、いやめちゃめちゃ助かったよ本当。ああよかった。これないと本当ずっとあのブーン引いてどうしよう、授業が終わるたびにこれを何パートも続けるのかと思って、ちょっと心が重かったんで、よかったです、ありがとうございました。いやいや、よかった。じゃあまた何かありましたらその説明よろしくお願いします。はい、はい、頑張って